皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理師の布目です。今日は持久系アスリートの方に取っていただきたいサプリメントのご紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。持久系アスリートの方に取っていただきたいサプリメント、一つ目はプロテインになります。プロテインにはタンパク質が1食で 20g 取れ、さらにタンパク質の代謝に必要なビタミン B6 が入っております。プロテインの飲み方の目安なんですけれども、運動後30分以内に取っていただきたいと思います。またその他、1日にアスリートが取ってもらいたいタンパク質の量は自分の体重 ×2g と言われておりますので、自分の体重 ×2g の量を1日で食事で取れているのか計算していただいて、不足している分をプロテインで補っていただくのもいいかなというふうに思います。タンパク質は一度の吸収する量というのが 20g までと言われておりますので、一度にたくさんの量を取るのではなくて、こまめに時間を空けて分けて取っていただくとより効率よく飲めるかと思います。次におすすめするのがマルチビタミン&ミネラルスポーツになります。こちらはですね、13種類のビタミンと11種類のミネラルを取ることができます。アスリートの方は普通の方よりも運動する分ビタミンやミネラルで必要量が多くなるものがありますので、そういった運動時に必要なビタミンとミネラルを通常よりも多めに入れて作っております。栄養素と表示基準値の1日に必要とされている量が取れるように作られており、そこにプラスアルファで運動時に必要なビタミンとミネラルがさらに多くなるように作っております。ただビタミンとミネラルは耐用上限量というのがあり、取りすぎると逆に体に害を及ぼしてしまう栄養素があるんですけれども、そういった耐用上限量というのも考慮して、ちゃんとそれが超えないように作っております。マルチビタミン&ミネラルスポーツの飲むタイミングなんですけれども、1日に6粒になります。どのタイミングで取っていただいてもいいんですけれども、3回の食事の時に一緒に分けて2粒ずつ飲んでいただけるといいかなというふうに思います。次におすすめするのがスポーツ&リカバリーになります。こちらはスポーツドリンクとしてお使いいただきたいんですけれども、まず糖質が入っています。で、糖質は吸収スピードが速いと言われているマルトデキストリンとブドウ糖を使っています。その他、汗の成分であるミネラルも一緒に摂ることができますので、ぜひ運動するときにはお水やお茶ではなくって汗と同じ成分であるミネラル、また糖質が入っているスポーツドリンクを飲んでいただければと思います。で、次におすすめしたいサプリメントはスーパーアミノフロージョンになります。こちらのアミノフロージョンには BCAA が入っています。BCAA はバリン、ロイシン、イソロイシンなんですけれども、こちらロイシンの量が1食で 3500mg、 イソロイシンとバリンの量が 1750mg、 ロイシンに対してバリンとイソロイシンが2対1対1の、黄金比率で配合をしています。その他にはグルタミンとシトルリンも入っています。アミノフロージョンの飲んでいただくタイミングの目安なんですけれども、運動前や運動中に飲んでいただくといいかと思います。それでは今日は持久系アスリートの方に取っていただきたいサプリメントのご紹介をさせていただきました。プロテイン、マルチビタミン&ミネラルスポーツ、スポーツ&リカバリー、スーパーアミノフロージョン、この4つをご紹介させていただきました。ぜひ普段の生活にこちらのサプリメントを取り入れていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。